宮城対花巻、この試合の模様をお送りいたします。宮城の先発は左の仁田、花巻の先発は右の小松、この両投手の投げ合いです。さあ間もなく試合開始となります。左の仁田マウンドに上がります。今日はどんな投球を見せてくれるのか。まずは1回の表、先頭バッターは久慈。第1球打った。第2球投げました、インコース高め、ボール。投球は3球目、投げました、スライダー、ボール、アウトコース低め。次は4球目、投げました、見送ってボール。さあ投球は5球目、打ちました、取った、一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。左対左の勝負になります。投げました、ボール。第2球投げました、おっとこれ当たった、デッドボール。バッターは3番佐々木、投げた、流し打ち、ショートバウンド、ボールを取った、2塁フォースアウト、アウト、ゲッツー、スリーアウト、チェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。似たまずまずの立ち上がりです。右の小松マウンドに上がりました。まずは立ち上がりに注目しましょう。1回の裏、宮城攻撃に入ります。トップバッターは橋本、初球スライダー、空振り。第2球投げた、打ちました、ボールを取る、一塁へ送る、アウト。橋本いい当たりでしたがサードゴロに終わっています。これでワンアウト、ランナーはありません。投げた、初球空振り。第2球投げた、ボール。投げた、決まってストライク、バッター追い込まれました。第4球を投げました、打った、ファウルボール。次は5球目、投げました、打ちました、三塁線、いい当たりですが左に切れていきます。ボール。第7球を投げました、打ちました、左中間へのフライですが掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番湯浅、第9球ボール。第2球投げました、アウトサイド、空振り。花巻ここは引っ張りに警戒します。第3球を投げました、打ちました、追い込んで第4球を投げた、インロー、外れてボール。投げた、ストレートはボール。第6球を投げた、打った、レフトへの打球、レフトバックしていった、掴んでこれで3アウトになります。小松まずは初回をきっちり3人で仕留めました。2回の表、花巻攻撃に入ります。先頭バッターは北条、投球これから2球目、打った、スタンドに入りました、ファール。第3球空振り、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。第4球を投げた、外れた、ボール。投げた、ボール、低め。さあ6球目、投げました、打った、流し打ち、ファールボール。投球これから7球目、打ちました、三遊間、一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番千葉、第1球投げました、初球から打ってった、抜けた、
千葉ナイスバッティングです。さあワンアウトから先制のランナーが出ました。打ちました。第2球投げました。スライダーボール。第3球を投げました。ボール。投げました。打ちました。湯浅掴んだ。一塁送球アウト。宮城先制のピンチを迎えます。バッターは7番。初球打って出た。三遊間ライナーで破った。千葉三塁回った。中継花巻1点先制。1-0。タイムリーツーベースヒット。宮城なおもピンチが続きます。リプレイで先制の場面をご覧いただいています。さあ、ツーアウトランナー二塁という場面で小松投げた。初球スライダー空振り。第2球投げた。打った。これはファースト正面。斉藤一塁キャンバス踏んでアウト。スリーアウトチェンジ。2回の表が終わって1-0。宮城先制点を奪われています。2回の裏1点を追いかけます。宮城攻撃に入ります。トップバッターは斉藤。スライダーボール。投球これから2球目。打ちました。三塁線鋭く切れていきました。ファールです。打ちました。キャッチャーの頭上。キャッチャー落下点。取りました。これでワンアウト。ランナーはありません。左バッターボックスは5番尾形。第9。投げた。ボール。第2球。空振り。第3球を投げた。流し打ち。どうだ。切れていきます。ファール。追い込んでから投げた。低め。フォークは外れてボール。第5球投げました。スライダーボール。第6球を投げました。打った。掴みました。これで2アウト。ランナーありません。左バッターボックスは6番斉藤。投げました。初球フォークボール空振り。思い切って振っていきました。さあ次の投球投げました。ボール。投げました。低めの球空振り。バッター追い込まれました。第4球を投げた。打ちました。右中間へのフライ。ライト前取って、これで3アウトチェンジ。リプレイをご覧ください。小松最後はバックに助けられました。花巻この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは小林。第2球直球見送ってストライク。第3球を投げた。3球目空振り。次が4球目投げた。ボール。第5球投げた。打った。第6球を投げた。見送ってボール。第7球を投げました。打ちました。抜けた。小林いいバッティングを見せました。バッターはトップに帰って9時。初球バント。ボールはキャッチャーの前。一塁送球アウト。ランナー二塁に進みました。ワンアウトランナー二塁に変わります。インハイ際どい球ボール。第2球投げました。打ちました。ファール。第3球を投げました。インコース低めストライク。追い込んでいます。第4球を投げました。直球低めボール。第5球投げました。スライダーボール。内角低め。次が6球目打った。右中間へのフライですが取りました。中継ランナー二塁に戻ります。これで2アウト。ランナーは二塁変わりません。投げた。真ん中にストライク。バットが空を切りました。
第2球投げた、低め外角ストライク、これで追い込みました。第3球は流し打ち、レフト線にボールが飛んでいますがファールボール、ボール内角へ。第5球投げた、打った、流し打ち、ファール。第6球を投げた、外角低め、スライダーは外れてボール。さあ7球目打った、佐々木追い込まれていますが粘ります。投げた、打ちました、あっと取れない、レフトバックホーム、佐々木ナイスバッティングです。宮城なおもピンチが続きます。投げました、直球ストライク、アウトローへ、いきなり150キロ。1球目ストライクからボール。第3球打ちました、セカンドこれは守備範囲内、アウト、スリーアウトチェンジ。似たツーアウト一塁三塁のピンチでしたが、ここはゼロに抑えました。3回の表が終わって1対0です。3回の裏、宮城攻撃に入ります。この回の先頭バッターは鈴木、投げました、初球外れてボール。第2球投げました、真ん中にストライク。投球は3球目投げました、ボール。第4球はボール。第5球投げました、低めのボール引っ掛けた、これは内野ゴロ、一塁送球アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはピッチャー仁田。第9投げた、ボール。第2球投げた、打ちました。第3球を投げた、ボール。第4球を投げた、ストライク。投球これから5球目外れた、ボール。第6球を投げた、引っ張った、ファール。第7球を投げました、打った、ピッチャーに多く球数を投げさせています。インハイ、空振り三振、バッターは9番。第9投げました、ボール。第2球変化球ストライク、インローへ。第3球を投げました、アウトロー、ボール。投球これから4球目打ちました、内野ゴロ、佐々木ボールを掴んだ、佐々木そのままベースに入ってスリーアウト。小松下位打線を三者凡退、0点に抑えています。3回の裏が終わりまして1対0です。試合はこれから中盤4回に入ります。トップバッターは千葉。第2球投げました、打ちました、一二塁間抜けた、千葉いいバッティングを見せました。先ほどのプレーです。右バッターボックスは6番、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れ、初球送ってきました、取った、一塁送球、一塁アウト、これはアウトです。第1球投げました、1球目ストレート空振り。第2球投げた、ボール。第3球を投げた、打った、右中間へ持っていきましたが掴みました、ランナー二塁に戻ります。これでツーアウト、ランナーは二塁変わりません。第1球初球はストライク、まずは入れてきました。第2球投げた、スライダー空振り、追い込んで第3球を流し打ち、どうだ、レフト線に飛んでいますがファールボール。第4球を投げた、打った、ファール。第5球投げた、ストレートはボール。
さあ6球目投げました、打ちました。サード左横のフライになりました。湯浅落下点に入った、取りました。これで3アウト。2たワンアウト2塁のピンチでしたが、ここは落ち着いてしのぎました。4回の表が終わって1対0です。宮城、この回1番からの好打順になります。先頭バッターは橋本。最初のバッターボックスはサードゴロに倒れています。第2球投げました、スローカーブはストライク。投球は3球目投げました、ボール。投げました、流し打ち、打球はレフトの左へ、ヒット。ボールが転がる、中継、橋本ツーベース。宮城ようやく初ヒットが生まれました。さあリプレイです。ランナー1人を置いて迎えるバッターは山田。宮城、一打同点の場面を迎えています。第2球投げました、アウトコース高め、外れてボール。第3球を投げた、打ちました、レフト方向へ持っていきましたが取りました。ランナー2塁に戻ります。これでワンアウト、ランナーは2塁変わりません。第9投げた、初球空振り。花巻、ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。初球空振りから第2球見送ってボール。投げた、3球目空振り。花巻、ここは引っ張りに警戒します。第4球を投げた、打ちました、ライトへ上がった、掴みました。三塁は宮城、なおもチャンスが続いています。さあチャンスが広がって斉藤、宮城、一打同点のチャンス。第2球打ちました、フラフラっと上がった、熊谷バックしていった、落下点で構えます、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。宮城、得点圏にランナーを送りましたが同点には至りませんでした。4回の裏が終わりまして1対0です。花巻、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは9番小林。さあ次の投球見送ってボール。第3球を投げた、打ちました。第4球を投げました、ボール。投球これから5球目打ちました。第6球を投げました、打った、流し打ち、破った、小林ナイスバッティングです。リプレイをご覧ください。打順は1番に帰って久慈。第9投げました、初球打ち流した、サードライナー、これでワンアウト、ランナーは1塁変わりません。投げました、ボール。第2球ストレート空振り。第3球を投げました、打ちました、山田交代。小林飛び出している、取りました、これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。スライダー見送ってストライク、初球ストライクからボール。第3球を投げた、空振り、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。第4球を投げた、外角、空振り三振、2打3安打うなります。5回の表が終わって1対0、花巻現在1点をリードしています。5回の裏、宮城攻撃に入ります。トップバッターは尾形、第1打席はセカンドフライに倒れています。ファールボール。第2球見送ってボール。第3球を投げた、外れた、ボール。投げた、空振り。
第5球。投げた、打った、ライトへの浅いフライになった。掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは6番斉藤。第1打席はライトフライに倒れています。投げました、初球引っ張った、スタンドに入りました。ファール。第2球投げました、真ん中ストライク、バッター追い込まれました。第3球を投げました、ボール、インローへ。第4球を投げました、打ちました。ファーストの頭上をフラフラっと上がっている。取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは7番鈴木。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。初球引っ張った、左へ打っていったがこれは切れてファール。投げました、2球目空振り。第3球外、フォークは外れてボール。次は4球目、投げた、内角へズバッと決まって見逃し三振。宮城、最後の打者は見逃し三振に倒れました。前半が終わりまして1対0です。ゲームはこれから後半6回に入ります。この回のトップバッターは北条。今日はショートゴロとセカンドゴロ。投球これから2球目、高めストライク、これで追い込みました。投球はこれから3球目、打った。投球これから4球目、ボール。第5球投げた、スライダー、ボール、インコース低め。投げた、内角高め、ストレートは外れてボール。次が7球目、見逃し三振。バッターは5番千葉。第9投げた、初球空振り。1球目空振りから打ちました、フラフラっと上がった、掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは6番。第9投げた、ストレートはボール。投球これから2球目、ボール。第3球を投げました、見送ってボール。投げました、打って出ました。入るか入るか、レフト交代、ダイレクトフェンスに当たった。打ったバッター一気に二塁へ向かう、ツーベースヒット。先ほどのプレーです。第9投げました、打ちました、初球打ち、サードから一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。似たツーアウト二塁のピンチでしたが、なんとか踏ん張りました。6回の表が終わって1対0です。6回の裏、1点を追いかけます。宮城攻撃に入ります。先頭バッターはピッチャー似た、ボール、まずは膝元。第2球投げました、ボール。第3球を投げました、ストライク。投球これから4球目、低めボール球打った。北条余裕があります、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。初球スライダー空振り。第2球投げた、打った、センター前進、掴みました。これで2アウト、ランナーありません。打順はトップに帰って橋本。第9投げた、初球空振り、思い切って振っていきました。第2球投げた、ボール。第3球を投げた、ストライク、バッター追い込まれました。次は4球目、投げた、外れた、ボール。
次は5球目。打ちました。第6球を投げました。アウトコース低め、ボール。第7球を投げました。打ちました。ボテボテの当たりはセカンドゴロ。千葉取った。一塁送球アウト。スリーアウトチェンジ。小松、ここまできっちり1安打ピッチングが続いています。ゲームはこれから終盤に入ります。先頭バッターはピッチャー小松。投げました。初球決まってストライク。第2球投げました。インロー際どい球、ボール。第3球を投げました。まっすぐ空振り、追い込んでいます。第4球はスライダー、ボール。第5球投げた。ストレートはボール。次の球がラストボール。流し打ち、どうだ。湯浅ダイレクトでボールを掴んでアウト。ワンアウト。キャッチャー小林。第1球見送ってボール。投げた。アウトコース高め、ストライク。第3球を投げた。打った。これは内野ゴロ。湯浅ボールを取る。あっと、送球それた。タッチアウト。スルーアウト。バッターはトップに帰って久慈。第1球ボール。投げた。スライダーボール。外角低め。第3球ボール。次が4球目。投げた。4球目空振り。第5球投げました。決まってストライク。第6球を投げました。打ちました。これはセカンド正面。一塁へ送る。アウト。スリーアウトチェンジ。満員の甲子園、スタンドからジェット風船が勢いよく舞い上がりました。7回の裏、宮城ラッキーセブンの攻撃。この回の先頭バッターは山田。投げました。初球空振り。第2球投げました。ボール。第3球を投げました。打ちました。三塁線切れました。ファール。外れた。ボール。次が5球目。投げた。打った。投球はこれから6球目。打ちました。ファール。投げた。打ちました。ファースト正面。アウト。佐々木一塁踏んでアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは3番湯浅。今日はレフトフライとライトフライ。投げた。打った。切れていきます。ファール。花巻、ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。投げた。打った。センターへの打球取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは4番斉藤。今日はキャッチャーフライとショートフライ。初球空振り。初球空振りから投げた。またも空振り。バッター追い込まれました。第3球を投げました。打ちました。ピッチャー落下点に入りました。掴んでこれで3アウトになります。宮城、結局三者凡退、無得点に終わっています。7回までが終了しまして1対0です。仁田降板。マウンドに上がったのは田中。今日2人目のピッチャーとして登板です。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。投げました。インコース低め、ボール。第2球投げました。見送ってボール。第3球を投げました。打ちました。1、2塁間の打球破った。熊谷、いいバッティングを見せました。さあリプレイです。
左対左の勝負になります。今日はここまで3打数1安打1三振。第2球投げました。ボール。投げた。ストライク。追い込んでから第4球をボール。さあ投球は5球目。打ちました。ショート左横のフライになりました。掴みました。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。投げた。外れた。ボール。第2球。2球目空振り。第3球を投げた。打った。追い込んで投げた。打ちました。ライト前進。取りました。ランナー一塁に戻ります。これで2アウト、ランナーは一塁変わりません。投げた。直球ストライク。さあ次の投球ボール。第3球を投げました。打ちました。1、2塁歓迎。斉藤掴んだ。1塁送球。田中取ってアウト。3アウトチェンジ。花巻ファーストランナー残塁。8回の表が終わって1対0です。8回の裏1点を追いかけます。宮城攻撃に入ります。この回のトップバッターは尾形。今日はセカンドフライとライトフライ。低め際どいボール。第2球投げました。見送ってボール。投球はこれから3球目。ボール。第4球を投げました。打って出ます。ライトへの打球。くじ落下点に入った。掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番斉藤。今日はライトフライとファーストフライ。投げました。初球見送り。第2球投げました。打ちました。第3球を投げた。打った。ファウルボール。第4球を投げた。外れた。ボール。第5球投げた。ボール。アウトコース高め。さあ6球目。高めボール球打った。レフト前に出る。取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは7番鈴木。今日はサードゴロと三振。第1球投げた。打った。初球打ち抜けた。鈴木ナイスバッティングです。今日初めてのヒットになりました。投げた。打ちました。右へどんどんと切れていきます。ファルボール。投げました。空振り。第3球を投げました。打ちました。ファール。第4球を投げました。流し打ち。スタンドに入りました。ファール。投球これから5球目。ボール。投球はこれから6球目。見送ってボール。第7球は高め、外れてボール。投球8球目。ランナースタートを切った。打った。痛烈な当たり。これはヒットになります。中継。バッターランナー2塁です。トップ。宮城ついに同点に追いつきました。1対1。さあ先ほどの同点の場面です。小松降板。ここでマウンドに上がったのは葛西。一打負け越しのピンチで登板です。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。第1球投げました。ボール。さあ次の投球決まった。ストライク。第3球を投げました。真ん中見逃してストライク。バッター追い込まれました。追い込んでから投げた。ボール。
さあ5球目インハイ外れてボール。第6球を投げた打ったファールボール。第7球を投げた打ちました。右中間へのフライ取って、これで3アウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。8回までが終了しまして、1対1宮城同点、田中降板、マウンド上は高橋、今日3番手としてマウンドに上がります。期待しましょう。注目の投球です。第1球ストライク、まずは決めてきました。第2球投げた、見送ってボール。投げた、高めボール球打った、ファールボール。第4球は打ちました、ピッチャー返し抜けた、いいバッティングを見せました。さあノーアウトで勝ち越しのランナーが出ました。左バッターボックスは7番、第1球インコース高め、ストレートは外れてボール。第2球投げました、打った、センターの左にボールが上がっている、掴みました、中継、ランナー一塁に戻ります。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。第1球外れたボール。第2球投げました、見送ってボール。第3球を投げました、ここは振ってきました、ピッチャーへ転がした、一塁アウト、ランナー二塁に進みました。宮城ピンチを迎えます。第2球投げました、打ちました、追い込んで投げました、一つ外したボール。第4球を投げた、カーブ、空振り三振。リプレイをご覧ください。高橋なんとか切り抜けました。9回の表が終わって1対1です。葛西降板、マウンドに上がりました花巻、これでベンチ入りピッチャーを全て使い切りました。今日は配球にも注目したいと思います。第1球投げた、ボール。第2球スライダー、ボール。第3球を投げた、見送ってストライク。投げた、打った、打球はセカンドの右、千葉ボールを掴んだ、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは2番山田、これが4度目のバッターボックス。投げた、初球落ちました、ピッチャー返し抜けた、山田ナイスバッティングです、初安打。先ほどのプレーです。右バッターボックスは3番湯浅、今日はここまで3打数ノーヒット。まずは一塁牽制、一塁タッチセーフ、初球空振り。さあ次の投球ボール、一塁へ牽制球を送ります。第3球は低めボール、抜けました。第4球を山田スタート、投球ストライク、キャッチャー二塁、盗塁成功、宮城大事な場面で盗塁を決めました。さあリプレイです。ここで申告敬遠を選択、バッターは一塁に向かいます、勝負を避けました。さあこの勝負でゲームが決まってしまうか。花巻、ここはバントに警戒します。投球これから2球目、外角高め、ボール。二塁へ牽制を送ります、タッチはセーフ、二塁はセーフ、決まった、ストライク。第4球は打った、流し打ち、切れていきます、ファール。花巻外野は浅めの守備を取ります。次が6球目、投げました、打ちました、
抜けた、ライトバックホーム、斉藤いいバッティングを見せました。今日初めてのヒットになりました。さあさよならの場面にバッター尾形、一打さよならのチャンス。投げました、打ちました、三塁ランナーホームに帰ってくる、ファール。3球目空振り。第4球を投げました、打ちました、一二塁間への当たり、さよなら、セーフ、セーフ、さよなら勝ち。尾形サヨナラタイムリーで見事勝利に貢献しました。